そのままでいいの？って。お姉ちゃんマジ痩せたね。はい、こんにちは、松川です。早川です。シンデレラは努力する第2期でございます。この企画はボディメイクを3ヶ月間ヘアメイクをその後させていただいて、全く新しいご自身に変わっていただく企画でございます。今回のモデルさんはキムさん。東京都在住で27歳、身長が160センチの体重が65キロ。応募の理由が可愛い服を着たり、友達とショッピングをしたり、水着を着て海に行ってみたいです。今までお笑いキャラで服のセンスもなく恥ずかしくておしゃれをしたことがありませんとのことなんですけれども、詳しいところは本人に伺おうと思います。キムさんは応募いただいたのが2回目なんですね。普通応募とかすると1回であダメだったんだっていう風にあったりとかすると思うんですけど、2回もこの企画に応募してくださってるので、今回はキムさんにさせていただきました。素敵になっていく様子を最後までご覧くださいませ。チャンネル登録もお願いします。それでは動画スタートです。キムです。キムと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張して早く来ちゃいました。20分前に来られて真面目です。この度は本当にありがとうございます。こちらこそですよ。よろしくお願いします。キムと申します。27歳です。もともと飲食業界に勤めていて、男性社会だと思ってたので、男として見てもらわないと生き残れないと思って、おしゃれとかそういうの疎かったんですけど、そういう自分から目を背けてしまって今日まで来てしまいました。友達にそのままでいいのって、女の子として生まれたのにもったいないよって言われて、ハッとしてだらしないこういう自分から卒業したいなと思って今回応募させていただきました。普段の食生活教えてください。朝はそんなに食欲がないので、プロテインとか飲むように意識はしてて、昼は自分で作った簡単な弁当にしてるんですけど、仕事とかで疲れたりしてると半額のお弁当とか買っちゃったりして食べちゃったりして、あちゃってなってます。量的には1人前ずつ食べれてる時と、たまにドカッと食べちゃう時があって、習慣になってる運動がなかなかないんですけど、ちょっと継続力がなくて今回は頑張りたいなと思います。最後に意気込みをお願いします。みーちゃん絶対痩せるから見ててね。みーちゃん、みーちゃんです。親友です。私にすごいズバって言ってくれる、友達です。金色の部分で親指を動かして84.5。トレーニングされた経験などってありますか？本当なんかジムで通ってたぐらいです。通われてたんですか？3年前ぐらい。でそこから体重とかは？ちょっとプラスアルファぐらいで戻ってました。66とか。目標何キロぐらい来て？3ヶ月で10キロぐらい痩せれたらいいなって。はい、絶対行きましょう。はい。そしたらまあ1ヶ月で3キロ落とせばいいってことですもんね。行きます行きます。頑張っていきましょう。はい。よし。全体的に。あ、もう全部ですね。ちょっとちっちゃくなりたいです。ちょっとしてくれ。おー、わかりました。足からいきましょうか。今キムさんが思うスクワットを5回だけやってみてもらってもいいですか？しゃがみ方とか普通にうまいです。でももうちょっと改善したらもっと綺麗なスクワット。フォームめっちゃ良くなってますよ。痛いですか？ちょっと緊張ほぐしておこうかなと思って。そういうことですか？いいの。お尻が上がってる女優さんとかがよくやってる仕事です。肩とお尻で上げていく。ああ、うまいっすよ、うまいっすよ。普段あんまり動かさない筋肉ですよね。普段全然使わないんですよ。なんで筋トレしてないと絶対ヒップアップはしないんですよ。ああ、そうなんです。おお。すごいうまいっす。ありがとうございます。どうでした？初めてのトレーニング。最初はなんか合ってるのかなって感じだったんですけど、はい、先生が教えるのがなくて、あ、こうかって楽しくなってきました。楽しかったですか？楽しかったです。あ、よかったです。10キロ以上行くための知識は最短で行く知識を与えるんですけど、もちろんひめさんの努力もすごい大事なんで、一緒に頑張るんですよ。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。これからも。聞いてもらいました。あ、忘れないように。でもできました。じゃあちょっとやってみようと思います。わかりました。キムさんの初回のこちらに来る日っていつになりましたか？
来週の月曜日13日に19時から。あ、トレーニング日ってあの LINE に送ってもらうとかっていう指示ありました？特になかったですね。じゃあ、私から送るよ。そしたら、あ、お願いします、うん、お願いします。姿勢いい。ありがとうございました。いいキャラクター、はあ、みーちゃん頑張るぞ。ありがとうございます。じゃあまた雨降る前に。ありがとうございます。こんばんは。6月11日土曜日の夜ご飯です。今日のご飯が鶏のささみ肉 80g。お久しぶりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も元気ですね。ありがとうございます。じゃあちょっと測っていきますか。はい、お願いします。ちょっと待って。一番最初にもらった写真の時から今どのくらい減ったんですか？今3キロぐらいですよ。まあ、だいぶ違って見えるんですけど。一番減ってた時で。が 2.4。 おー、じゃあ結構減ってるっすよ。4キロぐらいですか、うん、え、ですよね。だからなんかもう、え、てかあれと思った。全く終了だみたいな。はあ、思ったよね。うん、思った。今無言で見てて、そうあれって。ゆかさん、ありがとうございました。みーちゃんも喜ぶと思います。そう、うまい。ナイス。教えていただいたことをちゃんと積み重ねていきたいなと思っているので、食べるものとかちょっと運動しようとか、そういうモチベーションにつながってます。じゃあまだまだちょっと長いですけど、すごい楽しいんで頑張ります。ユカさん好きなので嬉しいです。梅、大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございます。ユカさん、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。こんばんは。7月16日土曜日夜のご飯です。7月25日土曜日の夜ご飯です。こんばんは。今日の晩ご飯です。ブロッコリー。よく行きましょう。で、結構しっかり朝昼晩は食べてますね。すごいですね。ちゃんとした知識を持ってやればそこまできつすぎずにダイエットできます。1ヶ月半経ちましたけど、はい、いかがですか？もう1ヶ月半かっていうのが結構正直な気持ちで、毎回トレーニングもすごく楽しくできてるんで、今日は頑張るぞって言って晩ご飯バーンって食べて、いつも来るのが楽しみになってます。もういっぱい食べてこないとと思って書き込んで、で先生の顔を思い浮かべながら歩いて、おはようございますみたいな感じで気合い入ってます。マジでめちゃくちゃ変わりましたよね。あ、本当ですか？ありがとうございます。本当にびっくりしました。すごい、もうなんかモチベーションになります。もっと痩せたって言われるぐらいに頑張りたいなって思ってます。さあ、今日はキムさんの撮影日でございます。はい、10月の18の火曜日ですね。はい、楽しみだね。楽しみです。さあ、どうでしょう。まさかそんなに、そんな意味わからないですか？意味がわからない。え、嘘でしょ。やばいよ。結構衝撃受けてます。あとまっすぐ。はい、いやー。体重が49.5、最初が66.3ですかね。16.8。体脂肪が 35.7。 16.7です。 16.19%。 女性の方で 16% だよ。もう大会出る人みたいな。27cm。
この変化は多分相当すごい。この期間だけで言うと、もう1位ぐらいいくんじゃないですかね。年間だと400人ぐらいですか。この中で1位。なんかもう、優しさとたくましさとストイックさにありふれた人を初めてお会いしたんで、頑張れましたね。すごい。すごい。再会で単にすごい。嬉しい。まあ嬉しいですよね。やっぱ教える立場として。背中を見せていかないと。練習に大会に向けて頑張りたいなと思って。うわー、いいんですか。すごい。発売も食べ比べ。うわこれです、私あらあらあら、すごい、シンデレラだ、うわ、すごい、すごい、これ長文無理です、4ヶ月いかがでしたか。本当にあっという間で濃い4ヶ月だったなって思います。自分でモチベーションを上げて、先生がこんなにすごい頑張ってるのに私へこたれちゃいけないなって、皆さんがこうやって協力してくれて、もうこれ逃したら自分も一生変われないなと思って、結果を絶対出そうと思って最後までやりきることができて、目標にしてたことが達成できたので、よし、はい、ここ、はい、ちょっとじゃあ最初長さ見たいんで、またどんどん撮ってもいいですか。はい、はい、本当にもう剛毛でくせ毛だったんで、ついて軽くしてくださいみたいなことが多くて、切りすぎちゃうとそのくせがもっと出ちゃうから、大体もうまあこれぐらいとかが最近は多かったですね。くせ結構出ちゃうんですか。ボーンって爆発しちゃって、うんうんうん、だから学生時代にそのショートにした時に、うんうん、あの運動部だったんで、はい、あだ名が IKKO さんってなっちゃうぐらいボーンってなった、クリーンってなった。 IKKO さん好きですけどね。好きですけど、ちょっとそういう髪型になっちゃったっていうんですよね、うんうん、髪の毛が長い、うん、期間が長かったんで、うん、パーマしたいんですよね。あの髪の毛がちょっと硬く見えやすい、うん、柔らかく見せたいんで、お願いします。前髪もちょっとこうくるっと目みたいな感じにして、はい、動画何本か見たことありますか。あ、何個かは。目がちょっと悪くなっちゃう病気の方の、別に見たことないですか。懐かしいね。いやー、よかった。かわいい。ね、かわいいね。たぶんね、あれなんですよ。髪質も多分似てるんですよ。結構硬かったんで。最初シャンプーするんで、もう、はい、コンパクトシティなんで、はい、すぐ移動できます。はい、どうぞこちらに。ありがとうございます。終わり。ここら辺は多分チゲなんでいけるので。こんなにバッツリ切るの久々です。おお。そしたらなんか。こう見ると結構ベビーフェイスみたいな。なんかさっきの筋肉が嘘みたい。なんでか。なんかいい感じだぞ。うん。中学の時からずっといじられキャラで、それもあってなんかあんまりおしゃれとかもなんかあったりするのみたいに言われてたから疎遠になったとこもあって、うん、そのみーちゃんに言われたのは、うん、せっかくあんた女として生まれたのにもったいないよみたいな、もっとおしゃれした方がいいよって言ってくれて、ダイエットも頑張んなきゃなって思った時にこの企画に参加させてもらえたんで、本当に良かったなって。いやいやいや、でもあの時から熱意ありましたもんね、文章からね。ちゃった、うん、2回来ましたね。あ、そうですね。いや、まさかでも参加させてもらえると思ってなかったんで、もう夢のようかと思って、もう 何回も見ました、携帯。あの厳しい言葉とかあんま言わなくて、うん、で私が体重全然落ちない時も、うん、大丈夫です、絶対もう落ちると思ったら落ちるんでみたいな、うん、お腹も落ちると思ったら落ちるんでみたいな、大丈夫ですよって。メンターですね。メンターメンターです。
いやあっという間でしたね。やっぱりなんか3ヶ月で体変わるとか言いますけど、うん、やっぱりその気持ちとかもそのぐらいでガッと変わるんですかね。最初の2ヶ月を耐えれば楽しいに変わるなって思いました。その2ヶ月が厳しいですよね。キムさんのこの口角のムニュっていうの可愛くないですか。このムニュって本当だ。そうラロシポゼの下地です。なんか真顔が、もう真顔がブスとか結構言えちゃう。真顔が面白いとか。みんなもう何も言わないで。写真撮る時も変顔しちゃうんですよ。なんか真顔も笑った顔もなんかどうした時かなくて。でもなんか真顔ちょっと照れますよね。自分の顔照れるの分かる。あるあるですね。表面側のファンデーションです。ハンドビーのファンシーラーですね。ベージュとオレンジのセットになってます。マフラーも分厚いから、おいでミキーンとか友達に言われて、こんな生まれて初めてです、こんな風に。飽きるほど言われますよ。いい感じになってます、ね。あ、いい感じですよ。いい感じです。いい感じです。ちょっと目閉じていただいて。これは何ですか。これあのさっきのアイシャドウのラメのとこです。はい、チセのペンシルアイグリッターのグリーンです。結構パールの強いグリーンで、上はカーキで、キャンメイクのクリームチークマットタイプの M02。 すごい目がキラキラね。オイルとインドロトとグリースちょっとあります。これキープ力がないんですよ。自然にキープさせるパワーは、それをちょっとだけメンズ用のグリース使ってキープさせるみたいな感じの使い方です。結構多く使うね。ベシャベシャにするぐらい。オイル先に出しといてグリースちょっと出したものがこんな感じで、このくらいで、はい、よーく混ぜます。6割ドライくらいで、結構濡れてても OK です。頭皮はしっかり乾かして、あ、そうです、そうです、そうです。憧れの少ない前髪です。かわいいのでは。かわいうわぁ、綺麗っす。うわぁ、なんか別人っすね、また。ありがとうございます。よかったっすね、頑張って。髪全然違うっすね、したら。大会に向けて完璧ですか。もう完璧っすよ。ここから増量っすから。ちょっと濃い猫背ぐらいな。ちょっとって入って、で、ちょっとこちら。姿勢バグってるよ。ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。わー、お姉ちゃんマジやってたね。めっちゃやってた。ナンパされてたっしょ。笑ったんだけど、もう